これは珍しい才能。貴重なアルカニストの血統です。過去の研究資料によれば、ミス火炎木、君はいずれ過去の君になります。君が見た全ては幻覚ではなく、君の思い出です。思い出した。星空の下、灼熱の砂地の上、アルカニストが獣のように走っていた。全部私の中にあるんだよ。あれは世界で唯一のアルカニストの運動場。そして私は最初の祭司。もしあの運動会が再現されるとしたら、拒絶するアルカニストはいないと思う。メルボルンの中学生、そして古の魂とリンネ社、彼女がどこに立ち、どう動くのか、皆さん共に見届けようではありませんか。さあ小さな火、一緒に炎を灯そう。